皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、小数と分数の混じった足し算と引き算の計算、今回はこれについて説明します。小数と分数の混じった足し算引き算、この計算は小数または分数に数字揃えて計算していきます。ではまず小数に揃える場合、こちらをやってみましょう。括弧1、5分の3ですね。5分の3って実は割り算で表すことができました。分子割る分母ですから、5分の3は3割る5とこうなりますね。これ計算すると 0.6 です。これを使って5分の3たす 0.7 を計算すると、5分の3は 0.6 でしたから、 0.6 たす 0.7 となって答えは 1.3 と、こうやって計算できるわけですね。括弧2番、4分の1で分数は分子割る分母で小数に直すことができました。1割る4ですね。1割る4は計算すると 0.25 になります。ですから 1.2 引く4分の1、これは 1.2 引く 0.25 となって、これを皆さんは筆算でやってくださいね。これ計算すると 0.95、 こうやって答えが出てきます。では3分の1の場合はどうでしょう。これを小数に直すには分子割る分母ですから、1割る3になりますよね。これ 0.333333333 と、こうなって割り切れないんですね。ですから途中で四捨五入したりして計算するしかないんですけれど、そうすると正確な答えは出てきません。ですからこういう割り切れないような場合、この場合は分数に揃えて計算する方、こちらで計算しましょう。では分数に揃えて計算します。 0.5 ね、 0.5、 5はこれ10分の1の位、小数第1を10分の1の位って言いましたよね。10分の1の位が5なので、 0.5 はこれ10分の5と考えます。もちろん約分しますね。1で2で、これ2分の1です。 0.5 は2分の1ということです。ですから 0.5 たす3分の1、さっき割り切れなかったんですけどね、この分数でやると計算できますよ。2分の1たす3分の1、通分します。分母2と3ですから分母を6に揃えます。6分の3たす6分の2となって答えは6分の5と、こうやって答えを出すことができます。では括弧2番、 0.45 です。 0.45、 一番下の位、100分の1の位ですよね。ですから 0.45 は100分の45こうなります。もちろん約分をします。5で約分をすると分母は20、分子は9になりますね。ですから 0.45 は20分の9こうなります。10分の7引く 0.45 を分数に揃えて計算すると、10分の7引く20分の9となって、通分すると分母が20に揃って20分の14引く20分の9こうなります。分母揃っているので分子だけ引き算すると、14引く9は5なので20分の5こうなりますけれど、ここで終わっちゃダメなんですね。必ず約分できるかどうかチェックしてください。これちょっと下に書けないので後ろに書きますけど、約分すると5では約分して上が1下が4となるので、答えは4分の1とこうなります。
皆さんね、計算最後のところで訳文忘れないでくださいね。今回は小数と分数の混じった足し算と引き算、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。